アロハー YouTube! ジクラス YouTuber のりょじっちゃんです。はい、今日はですね、はい、今暗い車内にいるんですけれども、はい、まあ、夜ならではの撮影ということで、はい、今ね、新型ジクラスの、車内にいるんですけど、すごいんですよ。まだ凄さがあるんですね、はい、夜のね、凄さというか、うん、まあ、とりあえずね、一回とりあえず見てもらいたいっていう、一回ね見てもらいたいので、はい、ちょっとねエンジンの方かけていきたいと思います、はい、わかりました。はい、おー、どうですか。今見ました。見ましたよ。今見ました。あんなになるんですね。すごくないですか、はい、すごくないですか。すごいですね。何がすごいっていうと、今ね、ヘッドライトを、まあ、エンジン始動時の、このヘッドライトの、要は光の動きですよね、うん。そちらをちょっとね、ご覧いただいたんですけれども、うん、僕がですね、初めて、この新型 G クラス、夜エンジンかけた時に、なんじゃこりゃと思って、うん、そうですよね。なんじゃこりゃって思うぐらい、すごいね、今、こう、クロスして、ね、タタタタ、ニョキンと。動いたわけですよ。これ前方の G クラスは、はい、そういうライトの動きはなかった。ないんですよ。新型からなんですね。新型のヘッドライトからですね、うん、LED ヘッドライトになってるんですよ、うん、まあ、その関係でね、今のような動きになってるっていう。 LED だとそういう感じにできるんですね。できるんですね、うん、甲子園みたいですね。はいはいはい、ということで、まあね、今ちょっと新型 G クラスのエンジン始動時のこのヘッドライトのこの動きを見ていただいたんですけれども、はい、まあ、新型 G クラスのこのヘッドライトっていうのが、マルチビーム LED ということで、片側に 何個 LED ついてると思いますか。片側に、片側だけで、片側に何個の、普通ね、バルブって1個じゃないですか、うん、バルブ1つでこう照らす、うん、で LED ってまあ何個かねあって、はい、でそれでね光を出すっていう感じなんですけど、はい、何個あると思いますか、片側。そうですね、うん、もう一回見たいです。もう一回見たいですか、はい、ちょっと外で今度見てみますか。はい、そうです ね、はい、外でじゃあ撮ってください。はい、今見てきましたけど、はい、ライトだけ見てたら、はい、動きがあるかあまりわからないです。へえ、そんな動いてないように見えるんですね。うん、はい、あ、そうなんですね。はい、で何個あるかなんですけど、はい、わからないです。わからなかった。わかんない。わからなかった。いや、わからない。二三個とかですか。正解は、ね、片側で。84個の LED を。あ、そんなにあるんですか。はい、使ってるみたいですよ。ちょ、2、3個って言って僕が恥ずかしいですね。いやね、僕もね、これカタログ見ないと分かんない。片側84個の LED で、このね、光を、まあ、出してるんですけど、結構優秀な、このヘッドライトなんですよ。この G クラスのヘッドライトっていうのが、当然、まあ、LED なんで、要は光の方向としてはもう直線でね、まあ、出るじゃないんですか。で、例えばね、前走ってる車とかあるじゃないですか、はい、そういう車を要はね、カメラで要はその前の車を検知して、前の車の走行眩しくならないように、そういう光の加減とか調整してくれてるみたいで、で、まあ、なるべくね広い範囲を
こう明るく照らすように常に多分ねその辺あの考えながら多分光こう出してるっていう感じで、すごくないですか。すごいです。優秀な上、ね、明るくて見やすいっていう感じ。さすがヘッドライン、さすがっすよね。ね、じゃああれなんですね、車内にいる人じゃないと、うん、この最初のエンジンかけたあの感動っていうのはわからないそうですね。とかね、まあ、壁にね、うん、今ちょっと壁に向かってねちょうどやってるんで、このライトの動きっていうのがわかりやすくなってると思うんですけど、ね、いいですね。いいっすよね。まあやっぱね夜のねこの楽しさってね、この新型 G クラス大きいなっていうのがあるんですよ、うん、ね、うん、はい、はい、広げてくださいはい以上ですね、はい、であの夜もう一個これもちょっと感動というかしたんですけど、うん、ちょっとカメラマン君ドア開けて、はい、ちょっと地面映してくださいよ。地面、ドア開けて、はい、地面を、おお、ベンツマークが地面に映ってますよね。映ってましたね。すごくないですか。洒落てますね。洒落てますよね。これねすごいですよね、うん、これ純正の、カーテシーライトになるんで、うん、まあねあのよく車外とかでこの、カーテシーライトって売ってるんですけど、やっぱ車外だとちょっと切れやすいとか接触不良でよくチカチカしちゃったりとか、結構あの前のね、この新型 G クラスでないやつでもこれあのつけれることはできるんですよ。ただ純正なんで結構安定感があるっていうか、光もね安定した光でこうね地面照らしてくれるんで、結構ラグジュアリーでね存在感ありますね。存在感ありますよねうん、これねこれもねすごいなって思うところですね、うん、いかがですか夜の新型 G クラスも。いいです ね楽しめるところが満載というか、うん、あと、はい、気づいたのが、はい、ここのメルセデスベンツの、はい、これもちょっと光ってるんですよね。光ってますよ。これもぼんやりとね光ってる感じの、うん、そういうねワンポイントのとこもいいですよね。そうですね、進化してるなって感じします、ね、進化してますね。さすがですよね、うん、いやほんとねぜひね夜のドライブも新型 G クラス楽しめる一台となっておりますんでね、はい、今納車待ちの方はねちょっと楽しみに、そうですね、そわそわしながらね、はい、お待ちいただければと思いますのでね、はい、はい、そんな感じで、はい、はい、今日は新型 G クラスの、まあ、夜のドライブの楽しみの一つということで、今日はヘッドライトですね、うん、の、ことでちょっと、はい、動画にしました。動画にさせていただきました、はい、という感じで今日もご視聴ありがとうございます。それではマハロー。